新宿区役所発行声の広報令和4年2022年12月15日発行第2412号声の広報をお聞きの皆様いかがお過ごしですか今回の広報は60分テープ2巻組ですはじめに目次をご紹介しますテープ第1巻 A 面1吉住健一区長が区議会で所信を表明 2・5つの基本政策の概要3・議決結果令和4年第4回区議会定例会傍聴できる審議会のコーナー施設のコーナー4・12月は25日第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設5・令和5年4月1日から高校生等への医療費を助成します 子ども医療費助成の対象年齢を拡大しますテープ第1巻 B 面6年末年始の区役所の業務年末は12月28日水曜まで年始は1月4日水曜から7視覚聴覚障害者交流コーナー10周年記念公演保健衛生のコーナー8福祉のコーナー認知症に関する相談9 全世代向けの多彩なイベント。テープ第2巻 A 面。10。この冬は下熱鎮痛薬、新型コロナ抗原定性検査キットのご準備を。新型コロナ COVID-19 の各種相談。11。1月の各種相談。図書館のイベント情報。テープ第2巻 B 面。12。 雇用保険の育児休業給付制度の変更子ども・教育のコーナー区関連観光所情報消費者講座13暮らしのコーナーマイナンバーカード申請手続きをお手伝いしますマイナンバーカード受け取り窓口を臨時開設します14木造住宅の不燃化建て替え等の助成住宅まちづくりのコーナー 15、新宿区への寄付金、ふるさと納税、区への寄付にご協力をお願いします。外部評価、実施結果。16、新たな文化財2件が決定。17、区民の広場。以上の順にお伝えします。講座、催しなどの申し込みで、記入例の通り記入し、とご案内する場合、ハガキやファクスの記入例とは、次の事項を言います。1、 も座催し名に郵便番号住所3振り仮名を振った氏名4電話番号以上のほか往復はがきと指定がある場合返信用にも申し込む方の住所氏名を忘れずにお書きください詳しいことは各担当まで宛先は各記事の申し込み先です費用を特にご案内しない場合は原則として無料です電子メールは懸命に口座催し名をご記入ください 新型コロナの状況によりイベント等は中止変更する場合がありますまた施設の利用イベント等の参加にあたってはマスクの着用事前の検温等各所の新型コロナ感染防止対策にご協力ください最新の情報は新宿区ホームページ等でご確認くださいオンラインで実施する講座イベントは視聴できる機器をお持ちの方が対象で通信費等は申し込み者負担です 新宿区役所のホームページアドレスは https://www.city.shinjuku.lg.jp/. です区のサービス手続き施設案内は新宿コールをご利用ください電話は3209-9999番ファクスは3209-9900番ですなお 市街局番03を省略しています土曜日日曜日夜間もご案内しています時間は午前8時から午後10時まで12月31日土曜から1月3日火曜までは休みです新宿区公式ツイッターフェイスブックもご利用ください災害関連情報や区政情報を即時に発信しますアカウント名は新宿区区政情報課区公式ツイッターは「 SHINJUKU アンダーバー INFO IN 区公式 Facebook は SHINJUKU.INFO ですまた区公式 LINE アカウントからも区政情報を発信していますアカウント名は新宿区区長のメッセージ写真日誌活動記録を新宿区ホームページ区長の部屋でご紹介していますカセットテープ版 声の広報をご利用の方は、お聞きになりましたテープを、なるべく早めにご返送くださいますようお願いいたします。デイジー版および CD 版をお聞きの方は、返送の必要はありませんので、お手元に置いてご活用ください。声の広報の内容に関するお問い合わせは、区政情報課電話3209-1111番へどうぞ。それでは最後までお聞きください。 1. 1吉住健一区長が区議会で初心を表明。11月25日、令和4年第4回新宿区議会定例会の開会日に、吉住健一区長は3期目の区長就任にあたっての初心を表明しました。今回はその概要をお知らせします。初心表明の全文は新宿区ホームページでご覧いただけます。問い合わせ。 企画制作課本庁舎3階電話52733502ファクス52725500緊急に取り組むべき区の課題私はこの度の選挙において区民と共に新宿の未来をつくると訴えまず緊急に取り組むべき身近な新宿区の課題として物価高騰対策による区民生活事業者の支援とコロナ禍からの 地域活動の再起動と経済の活性化を皆様にお示ししました。物価高騰対策。長引く物価高騰による区民生活や事業者負担等への影響を踏まえ、生活支援臨時給付金、一人親世帯支援特別給付金による区民生活の支援を行うとともに、商工業緊急資金特例や公衆浴場運営費助成による事業者支援、 社会福祉施設や子育て支援施設、指定管理者等への支援による区民サービスの水準の確保などに取り組んできました。今回新たに小学校1年生から中学校3年生までの児童生徒を対象に、学用品等の費用を支給し、家計への負担の軽減を図ってまいります。今後も新型コロナの影響や社会経済情勢の不透明な状況が続く中、景気動向を見極めるとともに、 区民生活や事業者への支援などに的確に取り組んでまいります。コロナ禍からの地域活動の再起動と経済の活性化。コロナ禍において私たちの暮らしや地域経済活動は大きな影響を受けてきました。一方でデジタル化の急速な発展や新たな日常への対応などの取り組みを着実に進めてきました。現在、 新型コロナへの対応と社会経済活動の両立に向けた新たな段階へと移行されつつあります。区においても感染拡大に最大限の注意を払いつつ、地域の社会経済活動の本格的な正常化に向けて取り組みを強化していかなければなりません。そのため、地域コミュニティ活動の再起動や触れ合いフェスタをはじめ多くの区民が集うイベントの再開。 国際観光都市新宿としての魅力の発信など、魅力あふれる賑わい都市の創造に取り組んでまいります。また、コロナ禍において影響を受けた地域経済活動の活性化を図るため、区内全中小企業を対象に総合的な支援を行う中小企業経営力強化支援事業を創設するとともに、プレミアム付き商品券事業を拡充し、 商店街等の活性化を推進するなど、区内事業者や商店街の支援に取り組んでまいります。5つの基本政策。新宿の将来を見据え、暮らしやすさ一番の新宿。新宿の高度防災都市化と安全安心の強化。賑わい都市新宿の創造の実現に向けた取り組みと、これらを下支えする健全な区財政の確立。好感度一番の区役所。 とを合わせた5つの基本政策のより一層の推進を区民の皆様にお約束させていただきました。1。暮らしやすさ一番の新宿。区民の皆様が生き生きと暮らし続けられる街づくりの推進。写真が1枚あります。キャプション。区オリジナル筋力トレーニング新宿100トレ。写真終わり。二 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化。災害に強い、逃げないで済む安全な街づくり。写真が1枚あります。キャプション、無電中化した道路。写真終わり。3、賑わい都市新宿の創造。持続的に発展する新宿の創造。写真が1枚あります。キャプション、新宿エイサー祭り。写真終わり。4、健全な区財政の確立。 5. 高感度1番の区役所。区役所窓口の写真があります。男性職員が女性に応対しています。各政策の主要事業は、目次番号2で紹介しています。新宿力で創造する安らぎと賑わいの街の実現に向けて、原油価格、原材料価格の高騰、ウクライナ情勢の長期化など、 社会経済情勢の不透明な状況が続いており、さらに今後の社会保障関連経費や施設更新需要の増大など、区財政を取り巻く環境は引き続き予断を許しません。こうした中、区は健康寿命の延伸や災害に強い安全な街づくり、長期的視点に立った区の魅力をより高める街づくりなどを確実に進めなければなりません。今後とも、 私の癖に対する二つの基本姿勢である現場現実を重視した柔軟かつ総合性の高い癖と将来を見据えた政策の優先順位を明確にした政のもと基本構想に掲げる新宿力で創造する安らぎと賑わいの街の実現に向けて全力で取り組んでまいります。マスク姿の吉住健一区長の顔写真があります。以上。 吉住健一区長が区議会で初心を表明でした。2、5つの基本政策の概要。吉住区長が区議会で初心を表明。目次番号1から続く。基本政策1、暮らしやすさ一番の新宿。健康寿命の延伸に向けてウォーキングイベントの再開など気軽に健康づくりに参加するきっかけを提供。 高齢者の保険事業と介護予防の一体的な実施によるフレイル予防の推進。払い方町国有地における認知症高齢者グループホーム等の整備。シニア活動館における地域支え合い活動の展開。ICT を活用した単身高齢者や障害者の見守り体制の強化。体情報針ワクチン接種費用の助成。中落合一丁目国有地における 障害者グループホームの整備。妊娠を望む夫婦への相談支援の強化と産後ケア事業の拡充。保育所待機児童数ゼロの維持と学童クラブ放課後子ども広場事業のさらなる充実。大規模建築物への子育て支援施設設置の誘導に向けた条例の制定を検討。児童相談所の開設に向けた運営体制の整備。 令和5年4月からの高校生等医療費完全無償化の実施。小中学校の入学時に入学祝い金を給付し、子どもの健やかな成長を支援。新宿区版ギガスクール構想の実現。民間提案制度の活用による部活動、指導の質の向上と、教員の勤務環境の改善、働き方改革を推進。四谷小学校、 西新宿小学校の校舎の増築。ホームレスや生活保護を受けている方、生活困窮者への自立支援。若者の不正参加の促進に向けた新宿若者会議の開催。地域コミュニティ活動の再起動に向けた、町会自治会活動への参加促進やデジタル化への対応など、ニーズに即した効果的な支援。タワーマンション内。 コミュニティ作りなどの支援の強化。町会自治会条例の制定の検討。東京都パートナーシップ宣誓制度への対応。写真が2枚あります。キャプション。1枚目、ウォーキングイベント。2枚目、タブレット端末を使った授業。写真終わり。基本政策2。新宿の高度防災都市化と安全安心の強化。 特定緊急輸送道路、沿道建築物等の耐震改修、マンション耐震化支援の拡充、洋壁、崖のさらなる安全化に向けて、土砂災害特別警戒区域における補強工事への助成を新設、市街地再開発事業の支援、災害路の拡幅整備や道路の無電中化の推進、発災時の避難所等において、 配慮を要する方の安全安心の確保の充実。防災ラジオによる災害時に必要な情報を発信できる環境の整備。繁華街での深夜帯における安全安心パトロールの強化。歌舞伎町に集まる若者や女性の犯罪被害の防止に向けた NPO 等の活動の支援。マンション管理適正化推進計画の策定などを通じた。 良好な住環境の確保。新大久保駅周辺地区の良好な生活環境づくりに向けた混雑対策や環境美化の推進。写真が2枚あります。キャプション。1枚目、地域の防災訓練。2枚目、歌舞伎町の夜間パトロール。写真終わり。基本政策3。賑わい都市新宿の創造。 新宿の拠点再整備方針に基づく新宿駅周辺地域のまちづくり。地域の個性や魅力を生かしたまちづくりの推進。東急歌舞伎町タワーとシネシティ広場の一体的な活用により、歌舞伎町の賑わいを創出。景観まちづくり計画。景観形成ガイドラインに基づき景観を誘導。ユニバーサルデザインに配慮したまちづくり。 民間事業者と連携したバリアフリーの道づくり。鉄道駅におけるホームドア、エレベーターの設置促進。西部新宿線の開かずの踏切の解消に向けた検討。AI オンデマンド交通の導入に向けた実証実験。新宿中央公園魅力向上推進プランに基づく新宿中央公園の整備と区民との共同による地域の公園の整備。 ゼロカーボンシティの実現に向けた地球温暖化対策の取り組みを一層推進。家庭から排出されるプラスチック使用製品の回収と再資源化。区民、事業者、区が一体となった食品ロス削減の推進。新宿一品の普及。染色と印刷製本関連団体によるアザリープロジェクトで企画開発した商品の周知活動を支援。 ふるさと納税を通じた新宿の多様な魅力の発信。新宿フィールドミュージアムの開催による新宿の街の魅力の創造発信。新宿プラスや SNS、インバウンドメディア等を活用した新宿の魅力の発信。区内の様々なスポットにまつわるクイズを楽しみながら散策することができる機会を提供。子供から高齢者までライフステージ等に応じた。 様々なスポーツに親しめる機会を創出。ボッチャ等障害者スポーツの普及を推進。地域の日本人と外国人が共に癖に参画する体制整備と多言語による情報発信の充実。平和啓発事業を通じた戦争の悲惨さと平和の大切さの次世代への共有。写真が4枚あります。キャプション。1枚目。 東急歌舞伎町タワー完成予定図出展東急株式会社ホームページ2枚目バリアフリー化した道路3枚目リニューアルした新宿中央公園ちびっこ広場4枚目アザリープロジェクトで企画開発した手拭い写真終わり基本政策4健全な区財政の確立民間提案制度を活用した 公民連携のさらなる推進。RPA 等の ICT の利活用など、窓口サービス、業務の見直し。なお、RPA とは、パソコン上で処理する一連の定型的な作業を自動化するツールで、ロボティック・プロセス・オートメーションの略称です。新宿区、公共施設等総合管理計画に基づくマネジメントの強化。基本政策5。 好感度一番の区役所。区有施設における無料公衆無線 LAN 環境の整備など、行政のデジタル化と区民の利便性とサービスの向上に向けた取り組みの推進。職員の能力開発、意識改革。スマートワーキングやハラスメントのない職場づくりの推進。以上、5つの基本政策の概要でした。三議決結果。 令和4年第4回区議会定例会。区長が提出した議案はすべて可決、承認されました。予算案3件。令和4年度補正予算。令和4年度新宿区一般会計補正予算第9号等。条例案8件。一部改正の条例。新宿区リサイクル及び一般廃棄物の処理に関する条例の一部を改正する条例等。その他11件。 専決処分の承認について、等。なお、他の議案の議決結果は、新宿区ホームページで閲覧できます。二次元コードがあります。問い合わせ、総務課総務係、本庁舎3階、電話52733505。以上、議決結果、令和4年第4回区議会定例会でした。続いて、傍聴できる審議会のコーナー、2件。まず、文化芸術振興会議。 日時12月20日火曜午後2時から4時会場申し込み傍聴を希望する方は当日直接区役所本庁舎6階第二委員会室へ問い合わせ文化観光課文化観光係第一文庁舎6階電話52734069次リサイクル清掃審議会日時12月26日月曜午前10時から12時会場申し込み傍聴を希望する方は 当日直接、区役所本庁舎5階、大会議室へ。問い合わせ、ゴミ原料リサイクル化、ゴミ原料計画係、本庁舎7階、電話52733318。続いて、施設のコーナー、1件、区施設の指定管理者を指定しました。四谷スポーツスクエア、指定管理者、東急スポーツシステム株式会社、指定期間、令和5年4月1日から3年間、 中郷ら区民保養所、指定管理者、東京ビジネスサービス株式会社、指定期間、令和5年4月1日から5年間、区民健康村、指定管理者、株式会社、フジランド、指定期間、令和5年4月1日から5年間、問い合わせ、障害学習スポーツ課障害学習スポーツ係、第一文庁舎7階、電話52734358、四 12月は25日、第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設。住民記録、戸籍は1回。国民健康保険は4回。税証明は6回に窓口を開設。開設時間、午前9時から午後5時。開設場所、区役所本庁舎。住民記録、戸籍、1回。国民健康保険、4回。税証明、6回。取扱事務。 これからお伝えする事務に限ります。注意事項。必要書類、本人確認書類等を事前に必ず担当係へお問い合わせの上おいでください。まず、住民記録。転入、転出、転居、世帯変更の届けで、全住所地の市区町村に確認が必要な場合は手続きできない場合があります。国外からの転入は取り扱いません。マイナンバーカード、個人番号カード、 住民基本台帳カードによる転入届出、事前に全住所地でカードによる転出届出が必要。外国人住民の住居地届、在留カードまたは特別永住者証明書、在留カード等へ切り替える前の方は外国人登録証明書が必要。住民票の移し、住民票記載事項証明書の交付、請求できるのは本人か同一世帯の家族のみ。 広域交付住民票の写しは発行できません。不在住証明書の交付。印鑑登録申請、廃止の届け出。印鑑登録証明書の交付。印鑑登録証、カードが必要。マイナンバーカード、個人番号カードの交付、届け出等。公的個人認証、電子証明書の発行等。特別永住者に関する申請等。問い合わせ。戸籍住民課住民記録係。 本庁舎1階電話52733601。次、戸籍。戸籍届書の預かり。届書の内容確認等は、翌会長日に行います。毎仮想改装許可証、区民葬儀券の交付。戸籍、除籍、改正元戸籍、当証本。戸籍、除籍、全部、個人、事項、証明書。戸籍の不評の写しの交付。 請求できるのはその戸籍に記載されている方とその配偶者、直系血族のみ、関係が確認できる戸籍等が必要。身分証明書、不在籍証明書の交付。問い合わせ。戸籍住民課戸籍係、本庁舎1階、電話52733509。次。国民健康保険、加入脱退の届出。問い合わせ。医療保険年金課、国保資格係、本庁舎4階。 電話52734146次、税証明、課税、非課税、納税証明書の交付、申告等により税情報がある方のみ、問い合わせ、税務課収納管理係、本庁舎6階、電話52734139国民健康保険料の納付相談を実施します。やむを得ない理由で納付が困難な場合は、分割納付もできます。この機会にご相談ください。 納付や電話での相談も受け付けます。開設時間、午前9時から午後5時、受付は午後4時30分まで、開設場所問い合わせ、医療保険年金課、納付推進係、本庁舎4階、電話52734158。以上、12月は25日、第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設でした。5、令和5年4月1日から、 高校生等への医療費を助成します。子供医療費助成の対象年齢を拡大します。子供医療費助成制度の対象年齢を18歳に達する日以後の最初の3月31日までに拡大します。申請不要の方、申請方法等の丸1や申請が必要な方、申請方法等の丸2のうち2月15日水曜までに申請した方には 4月1日から使用できるマル性医療証を3月中旬に発送します。2月16日木曜以降に申請した方には3月中旬以降に順次発送します。女性範囲、令和5年4月1日以降の保険診療の自己負担分、食事療養標準負担額、対象、区内に住民登録があり、日本の健康保険制度に加入している15歳に達する日以後の 最初の3月31日を経過し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん。申請方法等。1、新高校1年生相当年齢の方。平成19年4月2日から20年4月1日生まれで、子供医療証をお持ちの方。申請不要です。2、新高校2年生、3年生相当年齢の方。 平成17年4月2日から19年4月1日生まれ、申請が必要です。12月22日木曜に申請書を発送します。申請先、1月4日水曜以降に申請書を郵送または直接、問い合わせ先、特別出張所へ、マイナポータルからも申請できます。なお、申請書は新宿区ホームページからも取り出せます。二次元コードがあります。 詳しくは新宿区ホームページをご覧ください。また、所得制限はありません。申請者は対象者を養育する保護者です。問い合わせ。子ども家庭科、子ども医療手当係。郵便番号160-8484。歌舞伎町1-4-1。本庁舎2階。電話52734546。ファクス3209-1145。以上。令和5年4月1日から。 高校生等への医療費を助成しますでした。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。テープ第1巻 B 面6年末年始の区役所の業務年末は12月28日水曜まで。年始は1月4日水曜から。詳しくは各施設にご確認ください。問い合わせ 総務課総務係、本庁舎3階、電話5 2 7 3 3 5 0 5ァクス3 2 0 9 9 9 4 7表、施設名、12月24日土曜から1月5日木曜までの開館営業日の順です。区役所区政情報センター、中央図書館区役所内分室、特別出張所、十二月十六日月曜から十八日水曜、 1>, 1月4日水曜と5日木曜。地域センター。12月24日土曜から28日水曜。1月4日水曜と5日木曜。区民ホール、四谷津のはず。12月24日土曜から27日火曜。1月5日木曜。区民ホール、牛込炭酢。 特定天井工事のため、令和5年10月31日火曜まで臨時休館しています。区立図書館、中央、子供、角は西落合、富山、中町、12月24日土曜、25日日曜、27日火曜、28日水曜、1月5日木曜。区立図書館、大久保、鶴巻、北新宿、下落合、四谷、 12月24日土曜から26日月曜までと28日水曜、1月5日木曜。暮らしの関連施設、6件。まず、防災、防災センター。12月24日土曜から26日月曜までと28日水曜、1月4日水曜と5日木曜。次、環境リサイクル、環境学習情報センター。 新宿リサイクル活動センター、西早稲田リサイクル活動センター。12月24日土曜と25日日曜、27日火曜と28日水曜。1月4日水曜と5日木曜。次、観光産業、ビズ新宿区立産業会館、高田のば場創業支援センター。12月24日土曜から28日水曜まで。 1>, 1月4日水曜と5日木曜。次、就労支援。新宿区勤労者仕事支援センター。12月26日月曜から28日水曜まで。1月4日水曜と5日木曜。次、消費生活共同。新宿消費生活センター。12月26日月曜から28日水曜。1月 4日水曜と5日木曜。新宿消費生活センター分館、新宿 NPO 共同推進センター、12月24日土曜から28日水曜、1月4日水曜と5日木曜。次、清掃。新宿清掃事務所、新宿東清掃センター、歌舞伎町清掃センター、新宿中継資源センター、12月24日土曜、 26日月曜から30日金曜。1月4日水曜と5日木曜。自転車保管場所。撤去自転車の返還場所。12月24日土曜から28日水曜。1月4日水曜と5日木曜。健康関連施設。保健所保健センター。12月26日月曜から28日水曜。 1>, 1月4日水曜と5日木曜。元期間。12月24日土曜から28日水曜。1月4日水曜と5日木曜。福祉関連施設5県。まず、コミュニティショップ。フラット新宿東富山店。12月26日月曜と27日火曜。1月5日木曜。 フラット新宿新宿スポーツセンター店12月の営業日はなし1月5日木曜フラット新宿若松河田駅構内店12月の営業日はなし1月11日水曜から営業開始しますフラット新宿四ツ谷店12月24日土曜26日月曜28日水曜 28日は午後2時までの営業です。1月4日水曜と5日木曜。フラット新宿新宿コズミックセンター店スイング。12月24日土曜から28日水曜まで。28日は午後3時までの営業です。1月4日水曜と5日木曜。次。高齢者福祉。高齢者総合相談センター。 中落合高齢者在宅サービスセンター内地域交流スペース支える中落合12月24日土曜26日月曜から28日水曜まで1月4日水曜と5日木曜100人町高齢者在宅サービスセンター12月24日土曜26日月曜から29日木曜まで1月 4日水曜と5日木曜。薬王寺地域支え合い館、シニア活動館、地域交流館。12月24日土曜から28日水曜まで、1月4日水曜と5日木曜。アンジューム大久保、高齢者地域交流スペース一服、区シルバー人材センター。12月26日月曜から28日水曜まで、一月、 4日水曜と5日木曜。次、障害者福祉。区立障害者福祉センター。区立障害者生活支援センター。12月24日土曜から28日水曜まで。1月4日水曜と5日木曜。新宿生活実習所ポレポレ福祉園。福祉作業所。12月26日月曜から28日水曜まで。1月 4日水曜と5日木曜。歩みの家、視覚聴覚障害者交流コーナー、区社会福祉協議会内。12月24日土曜、26日月曜から28日水曜まで。1月4日水曜と5日木曜。次、子供。子供総合センター、子供家庭支援センター、児童館。12月24日土曜から28日水曜まで。 1>, 1月4日水曜と5日木曜。保育園等、子供園、落合3世代交流サロン。12月24日土曜、26日月曜から28日水曜まで。1月4日水曜と5日木曜。なお、東五県庁保育園は12月29日木曜、30日金曜に年末保育を実施します。申し込みが必要。 東五県庁保育園が新型コロナの影響等で完全休園した場合、長園保育園か弁天町保育園で実施。また、市政会保育園は12月30日金曜から1月4日水曜まではお休みです。次、区社会福祉協議会。12月24日土曜、26日月曜から28日水曜、24日土曜は新宿ボランティア市民活動センター。 地域活動支援課のみ窓口解説します。1月4日水曜と5日木曜。教育文化活動関連施設。新宿文化センター、ウィズ新宿、男女共同参画推進センター、障害学習館、赤城住吉町西戸山。12月24日土曜から28日水曜まで。1月4日水曜と5日木曜。 障害学習館、富山北新宿、区民ギャラリー。12月24日土曜と25日日曜。27日火曜と28日水曜。1月4日水曜と5日木曜。新宿多文化共生プラザ。12月24日土曜から27日火曜。1月4日水曜と5日木曜。新宿歴史博物館。 12月24日土曜と25日日曜、1月4日水曜と5日木曜、12月26日月曜から1月3日火曜まで、訓定作業のため休館します。漱石参謀記念館、林文子記念館、佐伯雄造アトリエ記念館、12月24日土曜と25日日曜、27日火曜と28日水曜、1月、 4日水曜日と5日木曜。中村常アトリエ記念館。外壁改修工事等のため1月20日金曜日まで臨時休館しています。スポーツ施設。新宿スポーツセンター。12月24日土曜日と25日日曜。27日火曜日から29日木曜日まで。29日は午後6時までの営業です。 1>, 1月は4日水曜日と5日木曜。新宿コズミックセンター大久保スポーツプラザ、新宿ここから広場多目的運動広場、四谷スポーツスクエア、新宿中央公園フットサル施設。12月24日土曜から28日水曜まで、1月4日水曜日と5日木曜。コンビニ交付サービス、住民票の写し、 印鑑登録証明書。課税、非課税、納税証明書。キオスク、端末、マルチコピー機が設置されている全国のコンビニエンスストア等。12月24日土曜から28日水曜まで。1月4日水曜と5日木曜。表終わり。年末年始のブックポスト。中央、大久保3-1の1。四谷、内藤町87。 大久保、大久保2-12-7、図書館のブックポストは年末年始も利用できます。それ以外は1月4日水曜午前9時から。問い合わせ、中央図書館、電話3364-1421。新宿区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター。12月29日木曜から1月3日火曜は休み。電話03-4333-8907。 同じく電話0570012440ナビダイヤル。ファクス05038521343。新宿区コールセンター新宿コール。12月31日土曜から1月3日火曜は休み。電話32099999。f クス32099900。以上、年末年始の区役所の業務でした。 7. 視覚・聴覚障害者交流コーナー10周年記念講演。コロナ禍だからこそ一緒に考えるメンタルヘルスケア講座。資格や聴覚に障害があるからこそ知っておきたいポイント。視聴方法、期間、日時。1.YouTube、動画を限定配信。12月26日月曜から1月31日火曜まで。 上映会、1月20日金曜午後6時30分からと28日土曜午後2時から。なお、時間はいずれも60分程度です。また、いずれも字幕、手話通訳があります。2の上映会はヒアリングループもあります。講師、福場翔太、風のすずらん会、ビバイすずらんクリニック副委員長、精神科医申し込み、 12月17日土曜から1月18日水曜に電話かファックス、電子メール。記入例のほか、ファックス番号、電子メールアドレス。視聴方法1、2の別。2の上映会は希望日時、ヒアリングループ利用の有無を記入。または直接問い合わせ先へ。2の上映会は各会先着20名。申し込み者には後日動画の URL をご案内します。 会場、問い合わせ。区社会福祉協議会、高田のばば1-17-20。電子メール、shinjuku-vc、アットマーク、shinjuku-shakyo.jp。視覚障害者交流コーナー、電話とファックス、62339555。聴覚障害者交流コーナー、電話とファックス、 六四五七六一零零以上、視覚聴覚障害者交流コーナー10周年記念講演でした。続いて、保健衛生のコーナー4件。まず、料理が好きになる野菜の料理講座、講座、YouTube を利用した動画配信20分程度による講座です。配信期間1月14日土曜まで、対象 区内在住、在勤、在学の方。メニュー。野菜たっぷり親子丼。小松菜ともやしのごまずあえ。キャベツと人参の一夜漬け。ちん汁。完成写真があります。申し込み。1月10日火曜まで新宿区ホームページから申し込めます。申し込み者には後日動画の URL、レシピを送信します。問い合わせ。健康づくりか健康づくり推進係。 第二文庁舎文館文室4階電話52733047。次、在宅療養勉強会。講座。私の生き方、生き方。二番目の生きは、生去のせいです。コロナ禍の今こそ、人生会議。日時、1月17日火曜午前10時から11時まで。会場、百人町地域交流館。 百人0二の十八の二十一対象区内在住在勤在学の方十名申し込み十二月十九日月曜から一月十六日月曜に電話かファクス記入例の通り記入で問い合わせ先へ先着順問い合わせ健康政策課地域医療係第二分庁舎分館一階電話五二七三三八三九ファクス 52733876次、医療従事者は届出を提出期限は1月16日医師法等により12月31日現在の10時の届出が必要です対象届出先医師、歯科医師、薬剤師、すべての方住所地または就業地を管轄する保健所保健師、助産師、看護師 循看護師、歯科衛生士、歯科技工士、従事者のみ、就業地を管轄する保健所、届け出票配布場所問い合わせ、衛生科医薬衛生係、第二分庁舎3階、電話52733845、次、働く人のストレスマネジメント講座、講座、日時、日程、受講方法、1、ズーム、 1>, 1月26日木曜午後6時30分から7時45分まで。2、会場2月7日火曜午後6時30分から8時まで。なお、いずれも同じ内容です。対象、区内在住、在勤、在学の方。1のズームは50名。2の会場は20名。内容、臨床心理士による講話。申し込み。 1>, 1のズームは12月17日土曜から1月25日水曜に新宿区ホームページから申し込めます。電子メールアドレスが必要。2の会場は12月19日月曜から2月6日月曜に電話かファックス、記入例の通り記入で問い合わせ先へ、いずれも先着順。会場問い合わせ、落合保健センター、下落合4の7電話、 3952-7161、39ファクス3 9 5 2 9 9 4 3 8、福祉のコーナー2件。まず、介護者講座、講座。元気なうちから準備、自分らしい最後を迎えるために。日時、1月20日金曜午後2時から3時30分まで。会場、新宿文化センター、新宿6-14-1。申し込み。 12月19日月曜から電話かファクス記入例の通り記入または直接問い合わせ先へ先着20名問い合わせ大久保高齢者総合相談センター百人町人町2-8-13電話5332-5585ファクス5332-5592次新宿生き生き体操講習会講座介護予防のミニ講座 テーマは、尿失禁予防もあります。持ち物等詳しくは郵送でお知らせします。日時、1月26日木曜午後2時から4時まで。会場、上落合地域交流館、上落合2-28-8。対象、区内在住在勤の方8名。申し込み、12月19日月曜から1月18日水曜に電話かファクス。 記入例の通り記入で問い合わせ先へ先着順問い合わせ地域包括ケア推進課介護予防係本庁舎2階電話52734568ファクス62055083以上福祉のコーナーでした続いて認知症に関する相談イベント講座4件まず 認知症物忘れ相談。日時解消。1、1月11日水曜、落合保健センター、下落合4-6-7。2、1月19日木曜、四谷高齢者総合相談センター、四谷三栄町10-16。いずれも午後2時30分から4時まで。対象、区内在住で物忘れが心配な方、確実4名。内容、 1>, 1は東京医科大学病院高齢診療科医師。2は新宿区医師会認知症物忘れ相談医による相談。申し込み。12月19日月曜から電話で問い合わせ先へ。先着順。問い合わせ。1は落合第一高齢者総合相談センター。電話39534080。2は四谷高齢者総合相談センター。電話 5367-6770次、認知症介護者相談日時1月16日月曜午後2時から4時まで会場区役所第一文庁舎2階区民相談室対象認知症の方の介護者等で心や体に悩みを抱えている方3名内容西新宿コンシェリアクリニック精神科医師による相談申し込み 12月19日月曜から電話で問い合わせ先へ先着順。問い合わせ高齢者支援課高齢者相談第一係本庁舎2階。電話52734593。次、認知症介護者家族会学習会。日時1月18日水曜午前10時30分から12時まで。会場西新宿シニア活動館。 西新宿4-8-35対象区内在住で認知症の方を介護しているご家族ほか内容認知症看護認定看護師による講座認知症をもっと知ろう介護の負担を和らげるために申し込み電話かファクス記入例の通り記入で問い合わせ先へ問い合わせ高齢者支援課高齢者相談第二係 本庁舎2階、電話52734594。ファクス5 2 7 2 0 3 5 2次、認知症サポーター養成講座。認知症の正しい知識等を学びます。参加した方には、認知症サポーター養成講座の受講の印、認知症サポーターカードを差し上げます。日時1月31日火曜1午前10時から11時30分。 2. 午後1時30分から3時。会場、落合保健センター、下落合4-6-7。対象、区内在住、在勤、在学の方。申し込み、電話かファクス、記入例のほか、1、2の別を記入。で、問い合わせ先へ。問い合わせ、高齢者支援課・高齢者相談第2係。9. 全世代向けの多彩なイベント、6件。 まず、ナイトヨガ、オンライン、講座。ウェブ会議ツール、ズームを利用した講座です。ヨガマット、またはバスタオル、飲み物をご用意ください。日時、1月9日から3月27日の、第2、第4月曜、午後7時30分から8時30分まで、全6回。対象、区内在住の50歳以上、10名程度。申し込み。 12月17日土曜から28日水曜に電話で問い合わせ先へ。先着順。参加者は問い合わせ先で西新宿シニア活動館の利用証の作成が必要。問い合わせ。西新宿シニア活動館。西新宿4-8-35。電話3377-9380。次。支える役王子の講座。講座。1。パソコン。 光熱費の集計。日時定員。1月13日金曜、午後1時30分から3時まで5名。2、スマートフォン、基礎。日時定員。1月18日水曜、午後1時から3時まで5名。1、2、共通。対象、区内在住の方。申し込み。12月23日金曜までに電話で問い合わせ先へ。 応募者多数の場合は抽選。会場、問い合わせ。支える役王寺。市ヶ谷役王寺町51。電話 33532333. 土曜日曜祝日を除く午前9時から午後6時まで。次。絵本とジェンダー。オンライン。講座。YouTube で動画配信します。90分程度。配信期間。 1>, 1月13日金曜から26日木曜まで。対象、区内在住、在勤、在学の方。内容、多様性についての絵本の紹介、ほか。申し込み、12月17日土曜から1月24日火曜に新宿区ホームページから申し込めます。問い合わせ、男女共同参画課、電話33410801。次。 新宿 NPO 活動基礎講座、講座、PR 視点のコミュニケーション講座、オンライン受講もできます。詳しくはお問い合わせください。日時、1月19日木曜と2月2日木曜、いずれも午後6時45分から8時45分まで。費用、各回1000円、資料代等。申し込み、 12月17日土曜から電話かファクス電子メール記入例のほか希望日を記入または直接問い合わせ先へ各回先着20名会場問い合わせ新宿 NPO 共同推進センター高田のババ4-36-12電話5386-1315ファクス5386-1318電子メール hiroba.net 次、新宿ごっくん体操と演芸のお話、講座。食べる幸せいつまでも、日時1月26日木曜午後2時から3時30分まで、会場角はず地域センター、西新宿4-33-7対象 区内在住在勤の方40名主催津のはず地区協議会申し込み12月19日月曜から1月20日金曜に電話かファクス記入例の通り記入で問い合わせ先へ先着順問い合わせ津のはず特別出張所電話3377-4381ファクス5350-2868 次、手作り作品講習会。講座。布で作る小さな吊るしびな。日時、1月28日土曜午後1時30分から3時30分まで。対象、小学5年生以上12名。費用600円。申し込み、12月17日土曜から参加費をお持ちの上、直接問い合わせ先へ。先着順。会場問い合わせ。 四ツ谷地域センター、内藤町87、電話33513314。以上、全世代向けの多彩なイベントでした。ここでテープ第1巻を終わります。引き続き第2巻をお聞きください。新宿区役所発行声の広報、令和4年2022年12月15日発行、第2412号、 テープ第2巻、A 面。10。この冬は、下熱鎮痛薬、新型コロナ抗原定性検査キットのご準備を。新型コロナと季節性インフルエンザが同時に流行すると、発熱外来が逼迫する可能性があります。発熱などの体調不良時に備えて、下熱鎮痛薬と検査キットを早めに準備しておきましょう。問い合わせ。新型コロナウイルス電話相談センター。 52733836ファクス52733820自宅療養に備えて市販の下熱鎮痛薬市販の下熱鎮痛薬には医療機関で処方される薬と同じ熱や痛みを抑える有効成分が入っています薬ごとに対象年齢が異なるため注意が必要です市販の下熱鎮痛薬の選び方厚生労働省ホームページ内参照 二次元コードがあります。小児にはアセトアミノフェンという成分が最も安全です。薬局、ドラッグストア等の薬剤師、登録販売者に相談して購入するようにしましょう。感染確認に新型コロナ抗原定性検査キット。薬局、ドラッグストア等で購入できます。国が承認したキットを選びましょう。体外診断用医薬品、第一種医薬品、 の、いずれかが表記されています。なお、発症当日はウイルス量が少なく、正しい結果が出ないことがあります。その他準備しておくと良いもの、体温計、衛生用品などの生活必需品、食料品、水分補給ができるもの、体調が優れない時でも食べやすいもの、調理せずに食べられるもの、なお、1週間から2週間分が目安です。以上、この冬は、 解熱鎮痛薬、新型コロナ抗原定性検査キットのご準備をでした。続いて、新型コロナ COVID-19 の各種相談3件。12月6日時点の情報をもとに掲載しています。年末年始の受付等詳しくは各所ホームページへ。詳しくは新宿区ホームページでもご覧いただけます。二次元コードがあります。新宿区ホームページは 外国語でも閲覧できます。まず、症状、感染予防、受診等、ワクチンについて、表、内容、12件、相談先、電話、ファクス等の順に読みます。発熱、咳、痰味覚、嗅覚異常、全身倦怠感等の症状がある方の相談、新宿区、発熱等電話相談センター、土曜、日曜、祝日等を除く、午前9時から午後5時。 電話五5 2三3 3 8 3 6 f クス五二七三三八二零、東京都発熱相談センター電話五三二零四五五一または電話五三二零四四一一および電話五三二零四五九二もしくは電話六二五八五七八零新型コロナの発生届の対象とならない方への申請手続き 健康観察等のサポート。東京都陽性者登録センター専用コールセンター。電話0570-080-197。発熱等の症状がある方への医療機関案内。なお、医療機関案内のみ。症状等の相談は、新宿区発熱等電話相談センター及び東京都発熱相談センターへ。東京都発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤル。 電話5320-4327または電話5320-5971および電話5320-7030新型コロナに関する一般的な相談症状はないが心配予防方法など新宿区新型コロナウイルス電話相談センター後遺症の相談含む土曜日曜祝日等を除く午前9時から午後5時電話52733836 ファクス5 2 7 3 3 8 2 0東京都新型コロナオミクロン株コールセンター一般電話相談午前9時から午後10時電話0570550571厚生労働省電話相談窓口午前9時から午後9時電話0120565653東京都 LINE 相談新型コロナ対策パーソナルサポート アットマーク東京ホームページ https コロンスラッシュスラッシュ lin.ee スラッシュ d 大文字の cynj 数字の 8n 多言語の医療機関案内サービス東京都保健医療情報センターひまわり午前9時から午後8時電話5285-8181 聴覚障害のある方向け、症状、予防など。東京都、新型コロナウイルス感染症相談窓口。FAX5388-1396。妊産婦の方向け、症状、予防など。東京都、妊娠相談ホットライン。午前10時から午後10時。電話5339-1133。同じく、東京都、オンライン助産師相談。月曜、水曜、金曜、土曜。 午前10時から午後5時。ホームページ。https コロンスラッシュスラッシュ c o u b i c c o m スラッシュ jmat スラッシュ。数字で834046。外国人向け生活相談。東京都。東京都多言語相談ナビ。t m c ナビ。土曜日曜祝日等を除く。午前10時から午後4時。 電話6258-1227接待を伴う飲食店等の従業員と利用者向け、店舗での感染防止対策や症状が出た際の対応、東京都、もしサポコールセンター、午前9時から午後10時、電話0570057-565、05ワクチン、接種予約、会場、接種券の発送、ワクチン接種証明書の発行など、新宿区、 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター午前8時30分から午後7時電話43338907または電話0 5 7 0 0 1 2 4 4 0ァクス05038521343ワクチン接種後に医学的知見が必要となる専門相談東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター 電話62585802ワクチンの有効性や安全性など厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター午前9時から午後9時電話0120-761-770表終わり次経済支援について表内容14件相談先電話ファクスの順に読みます 個人向けと企業向けに分かれています。個人向け9件。令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金。一人親世帯分は新宿区子ども家庭科育成支援係。土曜日曜祝日等を除く午前8時30分から午後5時。電話52734558。ファクス32091145。同じく令和4年度子育て世帯。 生活支援特別給付金。一人親世帯以外分は、新宿区、子ども家庭科、子ども医療手当係。土曜日曜祝日等を除く、午前8時30分から午後5時。電話52734546。ファックス32091145。区、一人親世帯支援特別給付金。新宿区、子ども家庭科育成支援係。 土曜日曜祝日等を除く午前8時30分から午後5時。電話52734558。ファクス32091145。東京都出産応援事業。新宿区。子ども家庭科、子ども医療手当係。土曜日曜祝日等を除く午前8時30分から午後5時。電話52734546。ファクス32091145。 傷病手当金。1、国民健康保険。新宿区、医療保険年金化、国保給付係。午前8時30分から午後5時。2、後期高齢者医療制度。東京都、後期高齢者医療広域連合。午前9時から午後5時。なお、いずれも土曜日曜祝日等を除く。1、国民健康保険は、電話52734149。FAX32091436。ファクス 後期高齢者医療制度は、電話0570-086519、IP 電話等3222-4496、休業支援金給付金、厚生労働省、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金コールセンター、午前8時30分から午後8時、土曜日曜祝日は午後5時15分まで、電話0120-221-276、 電力、ガス、食料品等、価格高騰緊急支援給付金。新宿区、価格高騰緊急支援給付金コールセンター。土曜日曜祝日等を除く。午前8時30分から午後5時15分。電話0120-008-115。区、生活支援臨時給付金。新宿区、生活支援臨時給付金コールセンター。土曜日曜祝日等を除く。 午前8時30分から午後5時15分。電話0120-008-115。新型コロナウイルス感染症、生活困窮者自立支援金。なお、申請期限は12月31日土曜、決心有効。新宿区、自立支援金受付窓口。土曜日曜祝日等を除く。午前8時30分から午後5時。電話5273-4122。 ファクス3 2 0 9 0 2 7 8住居確保給付金新宿区生活支援相談窓口土曜日曜祝日等を除く午前8時30分から午後5時電話5 2 7 3 3 8 5 3ァクス3 2 0 9 0 2 7 8企業向け5件中小企業の相談支援新宿区産業振興課産業振興係 土曜日曜祝日等を除く午前8時30分から午後5時。なお、商工相談予約制は午前9時から午後4時。電話33440701。ファクス33440221。店舗等賃貸人への家賃減額分の助成。新宿区産業振興課産業振興係。土曜日曜祝日等を除く午前8時30分から午後5時。 電話52733554ファクス33440221業態転換支援なお申請期限は12月31日土曜消し印有効東京都東京都中小企業振興公社業態転換事務局土曜日曜祝日等を除く午前9時から午後4時30分電話62607027雇用調整助成金厚生労働省 雇用調整助成金コールセンター。午前9時から午後9時。電話0120-603-999。小学校休業等対応助成金支援金。厚生労働省。小学校休業等対応助成金支援金コールセンター。午前9時から午後9時。電話0120-876-187。表終わり。次。区税。 保険料の納付等について、表、内容、5件、相談先、電話ファクスの順に読みます。特別区民税、都民税、軽自動車税の納付相談、新宿区、税務課納税係、土曜日曜祝日等を除く、午前8時30分から午後5時、電話52734534、ファクス32091460。 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の減免。新宿区、保険料減免担当、土曜日曜祝日等を除く。午前9時から午後5時。電話、52734189。ファクス3 2 0 9 1 4 3 6国民年金の特例免除、学生納付特例。新宿区、医療保険年金課年金係、土曜日曜祝日等を除く。 午前8時30分から午後5時。電話52734338。ファクス3 2 0 9 1 4 3 6または、新宿年金事務所。土曜日曜祝日等を除く。午前8時30分から午後5時15分。電話6 2 7 8 9 3 1 1ァクス6 2 7 8 9 3 2 0区立住宅使用料等の減免。新宿区。住宅課。区立住宅管理係。 土曜日曜祝日等を除く午前8時30分から午後5時電話52733787ファクス32042386新型コロナの影響で経済支援等を受ける際に必要な各種証明書課税非課税納税証明住民票等の事務手数料の免除新宿区1戸籍住民課住民記録係2税務課収納管理係 いずれも土曜日曜祝日等を除く午前8時30分から午後5時。1、戸籍住民課住民記録係、電話52733601、ファクス3 2 0 9 1 7 2 8 2、税務課収納管理係、電話52734139、ファクス3 2 0 9 1 4 6 0表、終わり。11、1月の各種相談。 中止変更となる場合があります。事前に各主催者へご確認ください。表<票>、相談名、実施日時、相談場所、問い合わせの順に読みます。まず、暮らし、法律、14件、区民相談、月曜から金曜、祝日等を除く、8時30分から17時まで、本庁舎1階、区民相談コーナー。区政情報センター、電話5273458五 法律相談交通事故相談水曜木曜祝日等を除く13時から15時30分まで電話予約第一分庁舎2階区民相談室区政情報課校長係電話52734065行政相談6日と20日の金曜13時から16時まで本庁舎1階ロビー区政情報課校長係電話52734065 公益通報相談。公益保護委員、弁護士による電話相談。六六三二二七六零大野哲也。三四七零三三一一水島和道。五二零四六七零七岩田時子。総務課総務係。電話。五二七三三五零五、悩み事相談室。月曜祝日等を除く。十時から十六時まで。受付は十五時三十分まで。 1> 第1文庁舎2階区民相談室。電話相談は52733646。同じく悩み事相談室。月曜から土曜祝日等を除く10時から16時まで。受付は15時30分まで。男女共同参画推進センター、ウィズ新宿荒木町16。電話相談は33532000。なお、男性相談員による電話相談、土曜13時から16時までは、 33410905。いずれも問い合わせは男女共同参画課電話33410801。女性相談。月曜から金曜祝日等除く8時30分から17時まで。生活福祉課相談支援係第2分庁舎1階電話52733884。消費生活相談。月曜から金曜祝日等除く9時から17時まで電話相談。 9時から16時30分まで来所相談。新宿消費生活センター第2分庁舎3階。電話52733830。多重債務特別相談。24日火曜、13時から16時まで電話予約。新宿消費生活センター第2分庁舎3階。電話52733830。仕事と家計に関する相談。月曜から金曜、祝日等を除く。8時30分から17時まで。 第2分庁舎1階、生活支援相談窓口電話52733853若年者の就労に関する相談月曜から金曜祝日等除く8時30分から17時まで新宿区勤労者仕事支援センター新宿7-3-29新宿ここから広場内電話3200-3311商工相談月曜から金曜祝日等除く 9時から16時まで電話予約。ビズ新宿4階、西新宿6の8の2、産業振興課産業振興係、電話33440702。図書館でのビジネス情報支援相談会、21日土曜、12時から16時まで、中央図書館大久保3の1の1、電話33641421。同じく図書館でのビジネス情報支援相談会、25日水曜、 16時30分から20時30分まで、角はず図,図書館、西新宿4-33-7、電話5371-0010。税務相談、電話相談。10日と17日の火曜、13時30分から16時まで、電話予約。税務課税務係、電話5273-4135。外国人相談。月曜から金曜祝日等除く。 9時30分から12時までと13時から17時まで。本庁舎1階区民相談コーナー。英語は電話52725060。中国語は電話52725070。韓国語は電話52725080。同じく外国人相談。日時は要問い合わせ。英語、中国語、韓国語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語。新宿多文化共生プラザ、歌舞伎町2-44-1。44 1 電話52915171次福祉3件福祉サービスに関する法律相談16日月曜14時から16時まで電話予約第一文庁舎2階区民相談室地域福祉課福祉計画係電話52733623青年貢献権利擁護相談月曜水曜金曜祝日等除く13時から16時まで電話予約 新宿区青年貢献センター、高田の一の1-17-20、区社会福祉協議会内、電話52734522。障害者相談窓口、問い合わせのみ。障害者福祉課、電話52734518、ファクス3 2 0 9 3 4 4 1保健センター、保健予防課、電話52733862。区立障害者福祉センター、電話と f クス 5292-7890。区立障害者生活支援センター。電話5937-6824。シャローム南風。電話5579-8412。窓。電話3200-9376。ラバンス。電話3364-1603。ファロ。電話3350-4437。風。電話395260-14へ。なお。 区立障害者福祉センターは、ピアカウンセリングも実施。次。子ども教育8件。子どもと家庭の総合相談。月曜から土曜8時30分から19時まで。日曜祝日。電話相談のみ。8時30分から17時まで。子ども総合センター。新宿 7-3-29. 電話32320675。同じく子どもと家庭の総合相談。月曜から金曜祝日等を除く。 8時30分から17時まで。土曜、来所相談のみ。9時30分から18時まで。次の各子ども家庭支援センターへ。品の町、電話33576855。江ノ城町、電話32697345。中落合、電話39527752。北新宿、電話33624152。発達相談、問い合わせのみ。 子供総合センター発達支援係、アイアイ新宿7-3-29。電話、32320679へ。子供家庭相談、問い合わせのみ。地域子育て支援センター双葉、原町みゆき、ゆったりーの各児童館へ。家庭相談、月曜から金曜、祝日等除く、13時から17時まで。子供家庭科育成支援係、本庁舎2階。電話、52734558。 一人親相談、月曜から金曜祝日等を除く、8時30分から17時まで、子供家庭科育成支援係、本庁舎2階、電話、52734558。子育て電話相談、保育園、火曜から金曜、13時から15時まで、子ども園、月曜から土曜、土曜は一部の園で実施、9時から17時まで、いずれも祝日等を除く。公立の保育園、子ども園。教育相談、 月曜から金曜、祝日等を除く。来所、電話予約。9時から18時まで。受付は17時30分まで。電話、9時から17時まで。教育センター、大久保3-1-2。電話、32323071。電話相談は、32322711。いじめの相談。月曜から金曜、17時から22時まで。土曜、日曜、祝日等、12時から22時まで。電話相談のみ。 新宿子どもホットライン32322070次住宅建築5件住み替え相談不動産取引相談5日木曜6日金曜12日木曜13日金曜19日木曜20日金曜26日木曜27日金曜いずれも13時から16時まで電話予約本庁舎7階住宅課居住支援係 電話52733567。マンション管理相談。13日と27日の金曜。13時から15時50分まで電話予約。第一分庁舎2階区民相談室。住宅課居住支援係。電話52733567。住宅資金融資相談。6日と20日の金曜。13時から15時15分まで電話予約。第一分庁舎2階区民相談室。 住宅課居住支援係、電話、52733567。安全安心、建築何でも相談。11日水曜、13時30分から16時まで、電話予約。角はず地域センター、西新宿、4-33-7。建築指導課、電話、5273-3732。建築紛争相談、月曜から金曜、祝日等を除く、8時30分から17時まで、本庁舎8階 建築調整課。電話52733544。次。その他8件。年金労務等無料相談。13日金曜、13時から16時まで。区役所本庁舎1階ロビー。主催、東京都社会保険労務士会新宿支部。電話63021353。税理士による無料税務相談。次の各地域センター。一十六日月曜、江の基町。 13日金曜、落合第二。18日水曜、十津要電話予約。時間は13時から16時まで。主催、東京税理士会。1は四谷支部。電話33574858.2は新宿支部。電話33693235。マンション問題、無料何でも相談。18日水曜、13時から16時まで。区役所本庁舎1階ロビー。主催。 東京都マンション管理士会新宿支部、電話090-1033-9386。無料不動産相談所、11日水曜、13時から16時まで、区役所本庁舎1階ロビー、主催、東京都宅地建物取引業協会新宿区支部、電話3361-7171。リフォーム無料相談、25日水曜、13時から16時まで、区役所本庁舎1階ロビー、 主催、新宿区住宅リフォーム協議会、電話33622161。不動産登記無料相談、10日火曜、13時から16時まで、電話予約、区役所第一文庁舎2階、区民相談室。主催、東京司法書士会新宿支部、電話62791945。または、東京土地家屋調査士会新宿支部、電話33646510。 登記全般については、東京司法書士会新宿支部。測量、境界問題については、東京土地家屋調査士会新宿支部。行政手続き、務等、行政書士による無料相談。17日火曜、12時から16時まで、区役所本庁舎1階ロビー、特別出張所、地域センター、ビズ新宿、西新宿6-8-2、下落合図書館、下落合1-9-8等は、 別日時に実施。主催。東京都行政書士会新宿支部。電話01。0120917485。下内愛図書館の相談会は。電話33。33686100。弁護士会電話無料相談。月曜から金曜祝日等を除く。10時から16時まで。主催。弁護士会の法律相談センター。0570200-050。 なお、都内からかけた電話のみ対応します。表終わり。以上、1月の各種相談でした。続いて、図書館のイベント情報、区立図書館ホームページで発信、イベント、講座、一般対象と子ども対象に分かれています。まず、一般対象2件、富山図書館、電話3207-1191、新春初笑い富山寄せ、 桂戦勝独演会1月7日北新宿図書館電話33654755北新宿図書館ミニシアター1月7日次子供対象1件北新宿図書館新春工作会1月8日ホームページでもイベント情報を発信しています一般対象ページと子供対象ページそれぞれの二次元コードがあります ここでテープ第2巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。テープ第2巻 B 面12雇用保険の育児休業給付制度の変更育児休業の分割取得1歳未満の子について原則として2回まで育児休業給付金を受けられます。また育児休業の延長自由があり 夫婦交代で育児休業を取得する場合、1歳から1歳6ヶ月と1歳6ヶ月から2歳の各期間に、夫婦各1回まで育児休業給付金が受けられます。出生時育児休業給付金。この出生後8週間以内に4週間以内の期間を定めて、産後パパ育休、出生時育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金を受けられます。 二回まで分割取得か。申請先、問い合わせ。ハローワーク新宿雇用保険適用か、雇用継続係。歌舞伎町2-42-10。歌舞伎町庁舎3階。電話3200-8609。土曜日曜祝日等を除く。ガイダンス23シャープ版。区の担当か。 消費生活就労支援課、消費生活就労支援係、第2分庁舎3階、電話52733925。以上、雇用保険の育児休業給付制度の変更でした。続いて、子供教育のコーナー1件。親子の絆づくり、赤ちゃんが来た、講座。参加者同士で話し合いながら、育児の知識や親の役割などを学びます。 日時、1月12日から2月2日の木曜午前10時30分から午後0時30分、全4回。対象、生後2から5ヶ月のお子さんと育児が初めての母親、8組。費用、1100円、テキスト代。申し込み、12月17日土曜から電話かファクス、電子メール、記入例の通り記入。または直接問い合わせ先へ、先着順。 会場問い合わせ、ゆったりーの北節、北山伏町2-17、北山伏児童館1階、電話5228-4377、木曜日曜を除く。フ f クス6 9 0 9 6 2 6 5電子メール OFFICE-YUTTARINO.org。続いて、区関連観光所情報1件。 子ども建築ワークショップ、棒だけで組み立てる橋、イベント。ダビンチ公案の釘接着剤を使わない橋を組み立てます。日時、1月28日土曜、29日日曜、いずれも午前11時から午後4時まで、1時間入れ替え制、各日5回。会場、エコギャラリー新宿、西新宿2-11-4。11 4 対象、小学生、保護者同伴化、各日50名、各回10名程度、公園、新宿区、申し込み、12月20日火曜から1月20日金曜午後5時までに、問い合わせ先へ電話または申し込みサイト、https コロンスラッシュスラッシュ、forms.offic.com e スラッシュ、 r スラッシュ t 大文字 t w 小文字 b r a 大文字 kkj 小文字 P から申し込めます。先着順主催問い合わせ東京都建築士事務所協会電話32032601土曜日曜祝日と12月29日木曜から1月4日水曜を除く午前9時から午後5時30分まで 続いて、消費者講座、講座、地球に優しい家庭選択、日時、1月17日火曜、午後2時から3時30分まで、会場、新宿消費生活センター分館、高田のばば1-32-10、対象、区内在住、在勤、在学の方40名、会場、ズーム、各20名、申し込み、電話かファクス、記入例のほか受講方法、 会場、ズームの別を記入。で、1月6日金曜までに問い合わせ先へ。応募者多数の場合は抽選。問い合わせ先ホームページ、https コロンスラッシュスラッシュ、jca-home.jp スラッシュ、shinjuku スラッシュからも申し込めます。二次元コードがあります。問い合わせ、日本消費者協会、電話、 52825311月曜から金曜午前9時30分から午後5時までファクス5 2 8 2 5 3 1 5区の担当課消費生活就労支援課消費生活就労支援係第二分庁舎3階電話5273383413暮らしのコーナー5件まずレストラン等の優待券の配布 利用期限は3月31日。1人につき5枚まで配布しています。対象、区内在住、在勤の方。優待内容、次の優待施設の利用金額から10%の割引。優待施設、新宿中村屋、グランナ、マンナ、ボンナ、新宿3-26-13。申し込み、2月28日火曜までに、 区内在住在勤であることが確認できるもの、健康保険証等を問い合わせ先へお持ちください。問い合わせ、パル新宿、新宿7-3-29、新宿ここから広場仕事等、電話3208-2311。次、リサイクル講座、講座、コフからバックインバック作り。日時、1月18日水曜午後1時から4時まで。 対象、区内在住、在勤の方12名。費用250円。材料費等。持ち物、古布1枚。75センチ×長さ45センチ程度。薄手の布の場合は、同寸法の裏地用の布。ポケット追加の場合は、布地を多めに用意。裁縫道具、お持ちの方は接着芯。教材 新宿環境リサイクル活動の会申し込み往復はがきに記入例の通り記入し1月7日筆着までに問い合わせ先へ応募者多数の場合は抽選会場問い合わせ新宿リサイクル活動センター郵便番号169-0075高田のバば4-10-2電話5330-5374月曜休館次 外国人留学生大卒等合同就職面接会イベント各日12社が参加し参加企業と自由に面接ができます日時1月24日火曜から26日木曜第1部午後0時30分から2時30分まで第2部午後2時50分から4時50分まで会場区立産業会館ビズ新宿 西新宿6-8-2。対象。令和5年3月に大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校等を卒業または修了予定の外国人留学生と、基礎3年以内の外国人留学生、各部100名。申し込み。12月26日月曜から1月17日火曜に電話で問い合わせ先へ、先着順。 問い合わせ。東京外国人雇用サービスセンター。電話53618722。土曜日曜祝日等を除く。午前9時から午後5時まで。区の担当課。消費生活就労支援課。消費生活就労支援係。第二文庁舎3階。電話52733925。次。 1>, 1月から新宿エコ自慢ポイントの付与方法を一部変更します。買い物の際にマイバッグを使うなどのエコな行動でポイントを貯めて景品を受け取れるエコ自慢ポイントについてポイント付与の要件が変わります。変更点ポイント対象をレジ袋を購入した印字のないレシート1枚から10枚に変更ポイント対象に 食品ロス削減協力店の利用、フードドライブへの協力を追加。問い合わせ、ゴミ減量リサイクル化、ゴミ減量計画係、本庁舎7階、電話5273318。次、宝くじの助成金で備品を整備しました。東五県庁町会。 自治総合センターが宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業を活用し、祭り用備品を整備しました。同事業はコミュニティ活動の促進と健全な発展、宝くじの社会貢献広報を目的としています。問い合わせ、地域コミュニティ課、コミュニティ係、本庁舎1階、電話5273-4127、 以上、暮らしのコーナーでした。続いて、マイナンバーカード申請手続きをお手伝いします。申請に必要な写真撮影から申請までの手続きをお手伝いします。日時、12月22日木曜午前10時から12時と午後1時から4時、対象、区内に住民登録があり、マイナンバーカードの交付申請をしていない方、持ち物、 二次元コード付きのマイナンバーカード交付申請書。お持ちでない方は戸籍住民課特別出張所で発行しています。運転免許証、パスポート、健康保険証等の本人確認書類。会場申し込み。当日直接、戸塚特別出張所。高田のばば2-18-1へ。マイナンバーカードの受け取り方法。交付準備ができ次第、交付通知書を郵送します。 同封の案内に従って、受け取り場所、日時を予約し、本人が直接受け取りにおいでください。問い合わせ、戸籍住民課・住民記録係、本庁舎1階、電話52733601。続いて、マイナンバーカード、受け取り窓口を臨時解説します。受け取りには予約が必要です。予約方法等、詳しくは、交付申請後に届く。 交付通知書に同封の案内をご確認ください。なお、1月29日日曜は、マイナンバーカードの交付のほか、継続利用や電子証明書の発行等も取り扱います。開設日時、1月8日15日29日、いずれも日曜午前9時から午後5時、開設場所問い合わせ、戸籍住民課住民記録係、本庁舎1階、 電話5 2 7 3 3 6 0 14、木造住宅の不燃化建て替え等の助成。木造住宅密集地域等のうち、特に不燃化を促進すべき地域等を対象に、現存する木造住宅を純耐火建築物等にする不燃化建て替えや除却、取り壊しに助成しています。予算に限りあり。 年度末は窓口が混み合うため、早めの申請をお願いします。建て替え後の建築物は、省エネ基準に適合する必要があります。なお、不燃化建て替えや除却への助成は、事前の詳細耐震診断、今年度の申請期限は12月28日水曜が必要です。不燃化建て替えへの助成、昭和56年5月31日以前の着工で、 耐震診断の結果、耐震性不足と診断された木造住宅。補助対象事業費の4分の3以内、1件につき300万円を限度。それ以外の木造住宅。補助対象事業費の4分の3以内、1件につき100万円を限度。除却、取り壊し、への助成。昭和56年5月31日以前の着工で、 耐震診断の結果、耐震性不足と診断された木造住宅。補助対象事業費の4分の3以内、1件につき50万円を限度。対象地域。次の町町目の全域または一部。上内合1から3町目。北新宿2町目。西新宿5町目。赤城元町。赤城下町。海大町。築地町。 中里町、天神町、山吹町、野来町、神楽坂1から6丁目、市ヶ谷柳町、若葉1から3丁目、菅町、品野町、四谷3丁目、佐門町、南本町、市ヶ谷山伏町、南江ノ木町、江ノ木町、弁天町。問い合わせ、防災都市づくり課、本庁舎8階電話、 五二七三三八四四以上、木造住宅の不燃化建て替え等の助成でした。続いて、住宅まちづくりのコーナー1件マンション管理組合交流会イベント日時1月11日水曜午後6時20分から8時まで会場区立産業会館ビズ新宿西新宿68-2対象 区内の分譲マンションの管理組合役員、区分所有者等40名程度。申し込み。12月19日月曜から28日水曜に、電話かファクス、記入例のほか、マンション名、部屋番号、新築年、回数、総住個数を記入。または直接問い合わせ先へ、先着順。問い合わせ、住宅か居住支援係。 本庁舎7階。電話52733567。FAX32042386。15。新宿区への寄附金。ふるさと納税。区への寄附にご協力をお願いします。応援したい分野を選んで、金額にかかわらず通年で寄附できます。寄附金の種類。スポーツ施設整備基金。 夏目漱石記念施設整備基金。障害者福祉活動基金。高齢者福祉活動基金。義務教育施設等次世代育成環境整備基金。子ども未来基金。共同推進基金。緑公園基金。新型コロナウイルス感染症対策寄付金。うるさと新宿区我が町応援寄付金。 区内の公益的活動を行う団体を指定して支援。歌舞伎町安全安心対策寄付金。歌舞伎町地区に集まる若者女性の犯罪被害を防止するための活動を行う団体の支援等。区政全般への寄付。申し込み。ふるさと納税ポータルサイト、ふるさとチョイス。https コロンスラッシュスラッシュ。 www.furusato-tax.jp スラッシュ city スラッシュ p r o d u c t スラッシュ数字で13104から申し込めますふるさと新宿区若町応援寄付金を除くふるさと納税ポータルサイトからの寄付額は2000円以上から二次元コードがあります詳しくはお問い合わせください なお、確定申告をすることで、寄付金控除を受けられます。給与所得者等の方は、ワンストップ特例制度、確定申告不要を利用できます。問い合わせ、総務課総務係、本庁舎3階、電話52733505。以上、新宿区への寄付金、ふるさと納税でした。続いて、外部評価実施結果。区では、 区の施策や事業がどのような成果をもたらしているかを分析・検証する行政評価を実施しています。外部評価は学識経験者、区民、区内各種団体の構成員で構成する外部評価委員会が内部評価実施結果を踏まえて区民の視点で評価するものです。令和4年度は総合計画の4つの個別施策についての評価と 個別施策を構成する15の計画事業の評価、91の計上事業の取り組み状況の確認について外部評価を行いました。なお、計画事業は事業を構成する一つ一つの事業、枝事業ごとの評価を行っています。事業数は枝事業を含む全21事業。個別施策の評価では4施策すべてを おおむね順調に進んでいると評価しました。計画事業の評価では、枝事業を含む事業数21事業のうち、19事業を計画通りと評価し、2事業を計画以下と評価しました。また、計上事業の取り組み状況の確認では、16事業に外部評価意見を付しました。外部評価実施結果報告書は、問い合わせ先、区政情報センター、 本庁舎1階、特別出張所、区立図書館、新宿区ホームページで閲覧できます。区政情報センターでは優勝反布しています。内部評価、外部評価実施結果へのご意見を募集しています。12月28日水曜まで新宿区ホームページで受け付けています。ご意見は内部評価、外部評価実施結果を踏まえて行う区の総合判断の参考にします。 問い合わせ。企画制作課。本庁舎3階。電話52733502。16。新たな文化財2件が決定。区では新たに指定文化財1件、登録文化財1件を決定しました。なお、今回の指定で指定文化財は131件、登録文化財は55件となります。問い合わせ。文化観光課、文化資源係。 第一文庁舎6階。電話5273-4126。指定文化財1件。史跡、辰野金吾の墓。西新宿7-12-5、上円寺。本格的な西洋建築学を収めた最初期の日本人建築家、辰野金吾、1854から1919の墓です。国の重要文化財、 日本銀行本店本館や東京駅丸の内本屋駅舎等を手掛けるなど日本の近代建築発展の礎を築きました。登録文化財1件有形民族文化財熊野神社の狛犬西新宿2-11-2熊野神社熊野神社の境内社の大鳥神社にある一対の石像狛犬です。12年 1727に作られ、地元の甲虫により奉納されました。狛犬と台座は一材から掘り出され、腹の下はくり抜かずに残すなど、姿が珍しく、時代も古いことから貴重です。写真が3枚あります。キャプション、タツノキンゴの墓、熊野神社の狛犬、左、運行、右、あ行、写真、終わり。以上、 新たな文化財2件が決定でした。17、区民の広場。問い合わせ、区政情報課広報係、本庁舎3階。電話52734064。ファクス52725500。催し講座1件。2022新宿御苑フォトコンテスト作品募集。テーマは新宿御苑の魅力を映そう。申し込み。 1>, 1月13日金曜までに電話か電子メールで問い合わせ午前9時から午後5時に新宿御苑電話33411461電子メール info-shinjuku at mark fng.or.jp サークル紹介会員募集2件まず水木が 第2、第4水曜、午後6時から8時、富山障害学習館で、見学歓迎。費用、入会金1000円、月2000円。教材費、月250円。問い合わせ、水曜水墨会。電話、080-3526-2628。電子メール、ba.bu.cacao アッマーク、gmail.com。 次、ダーツ。毎週金曜午後1時から3時、区立障害者福祉センターで、費用入会金2000円、月500円。問い合わせ、ダーツクラブターゲット、久保木電話、32006183。以上、区民の広場でした。以上で、声の広報、令和4年2022年12月15日発行、第2412号を終わります。 担当は、武藤香織、杉山美鈴でした。